自民党の派閥のパーティー券をめぐり、政治資金規正法違反の疑いで刑事告発されていた議員などですでに起訴された人を除く42人について、東京地検特捜部は8日、不起訴処分としました。特捜部は自民党のパーティー券をめぐり、派閥側や各議員自身の政治団体の収支報告書に嘘の記載をしたなどとして刑事告発されていた議員や秘書などで、 すでに起訴された人を除く42人について、8日、不起訴処分にしたと発表しました。このうち、岸田文雄首相や二階俊博元幹事長など安倍派、二階派、岸田派、茂木派の議員と元議員合わせて16人について、権疑なし、または権疑不十分で不起訴処分としました。また、派閥や各議員の会計責任者など24人については、起訴猶予、または 権威不十分、2人については被疑者死亡で不起訴処分としまし。